神戸の特色ってなった時にはやはりこう風が抜けるような僕は空間なんじゃないかなって、これはもう僕個人の話なんですが、僕がこういろんなところに旅をしながら、だからこそアーティストインレジデンスみたいなシステムが好きだっていうのもあるんですけども、そういうふうにこう移動しながら人と出会って作品が生まれたりとか何か物が生まれて、でまたその風に風を受けるままにこうどっかに流れていくみたいなやっぱり生き方をしてきたので、自分自身のそのあり方とその神戸という街が持つその風のあり方みたいなものは僕とすごくこうけどもすごく親和性が高いなと感じた部分もありますし、じゃあアーティストインレジデンスというのは施設だけで考えるとまあ1ヶ月なのか2週間なのか半年なのかわからないですけども、その短期的にその滞在をして、そしてまたその作品を持ってどこかに行くとか、ここでリサーチをしてまたどこかに流れていくとか、そういう性質をやっぱり持っている場所なので、そういう建物があるっていうことがやっぱ神戸にはやっぱ合っているなという、そのもともと神戸が持っているポテンシャルとそのアーティストインレジデンスというものが持っているポテンシャルがやっぱりすごく合致する、神戸と北野という場所にそのアーティストインレジデンスというものが存在するっていうこと自体が、まあそのこの地性だったりとかここの文化だとか歴史だとかということを鑑みても強みになるんだと僕は思っています。